写真拡大。広島 5-4 ヤクルト21日マツダスタジアム。広島の高卒2年目遠藤敦史投手が21日の本拠地ヤクルト戦で嬉しいプロ初勝利を挙げた。8回から5番手としてマウンドに上がり1イニングを1安打無失点に抑えた。登板26試合目にして待望の1勝を挙げた右腕は嬉しかったです。9回は祈るように見ていましたと笑顔を見せた。遠藤の出番は同点の8回、1点も許されない場面での登板に期待されているじゃないですが、監督が指名してくれたと思って期待に応えられる投球をしようと思ったと気合十分でマウンドへ上がった。山田哲、バレンティンを打ち取り続く雄平にはサゼンダを許したが、同級生の村上を右に抑え無失点で切り抜けた。直後に代打阿部が勝ち越しのソロを放ち、登板26試合目にして待望のプロ初勝利が転がり込んできた。最終回は西満塁とハラハラする展開だったが、祈るように見ていましたと勝利を信じベンチから声援を送った。今季はこれで26試合に登板し1勝5ホールド、防御率 2.60。 夏場を迎え調子を落とすこともあったが、こっから波に乗っていければと思うとさらなる飛躍を誓った。初勝利を手にした若き右腕がリーグ4連覇を狙うチームを勝利に導いていく。橋本健吾、健吾橋本。